古川春智君、おはようございます。自民党の古川春智です。えっと民事局長にお尋ねいたしますえ。今回かなり大幅な改正、特に民法なんですけれども、でその中でも親族に関わる分野に改正が行われますけれども、そこに至った経緯についてお尋ねいたします。 法務省金子民事局長、はいえー、今回の改正、えー、無戸籍者問題、それから児童虐待問題という2つの問題への対応が中心になりますが、まず、無戸籍者問題は国民でありながら、戸籍という社会的な基盤が与えられておらず、社会生活上、さまざまな不利益を受けるという人間の尊厳にも関わる重大な問題であると言います。 でこれを踏まえまして、法務省は平成26年から法務局において無戸籍者の把握と無戸籍状態解消のための寄り添い型の支援を継続し、民事基本法制の見直しにつきましても、平成30年9月以降、着出推定制度を中心とした親子法制のあり方に関する研究会に担当者が参加するなどして検討を進めてきたところです。ままた児童虐待問題にに関しましては平成23年の民法改正により 民法の懲戒権がこの利益のために行使されるべきものであることを明示するなどの改正が行われましたが、その後も虐待事件が相次ぐなどしたことから、令和元年の児童福祉法等の改正により、児童虐待防止法に親権者の体罰を禁止する規定が設けられ、その不足におきまして、懲戒権に関する規定の在り方に関する検討規定が置かれ、令和元年6月からは、 看護圏のあり方に関する研究会における検討が進められてきました。これらの検討を踏まえまして、無戸籍者問題および児童虐待問題に関し、令和元年6月、法務大臣から法制審議会に対し、民法親子法制の見直しに関する諮問がされ、同年7月から民法親子法制部会で調査審議が進められました。そして令和4年2月民法法親子法制等の にの改正に関する要綱が法務大臣に答申され、法務省においてその要綱を踏まえた立案作業を進め、進め今国会に本国改正法案を提出した、このような経緯がございます小庄<障>、はい、晴智君、はいえー。それでは、本改正法案の意義につきまして、法務大臣にお尋ねします斉藤法務大臣。あの本改正法案は 親子をめぐる社会状況の変化に対応し、民法の嫡出推定制度に関する規律を見直し、生まれた子について母等が出生届の提出を躊躇する原因を取り除くことによって、無戸籍者問題の解消に資するものと認識をしています。また、このような着出推定制度の見直しに伴い、女性の再婚禁止期間を廃止するとともに、同じく 実親子関係に関する規律である、認知無効の訴えについて、提訴賢者および出訴期間を制限する規律を新設する、えー、そういったことを行うこととしており、これらの点についても、身分関係のより早期の安定を図る観点から、大きな意義を有するものと考えています。さらに、民法の懲戒権に関する規定等の見直しにつきましては、 児童虐待を行う口実にされているとの指摘があることから、これを削除するとともに、民事基本法において、親権者の看護教育の在り方を示すものであり、児童虐待防止のに向けて、重要な意義を有するものと認識をいたしております小翔晴友君。はい、ありがとうございました。えっと、それでは、嫡出否認に関しまして、えー、ご質問をさせてください。 今度改正法の中で、この利益を害することが明らかなときにつきましては、着出否認を行うことができるという文言が出てくるんですけれども、この利益を害することが明らかなときという意義について、民事局長の方にお尋ねいたします金子局長。 改正法案民法第774条第3項、正し書きが規定するこの利益を害することが明らかなときにつきましては、この福祉を図る観点から、個別具体的な事案に応じて判断されるべきものでございます。その上で、同行たし書きの趣旨が、母は客室否認の目的である不死関係の当事者ではなく、母,の母による否認権の行使によって、この利益が害されることは相当ではないという点にあることを踏まえますと、 この利益に害することが明らかなときの意義につきましては、母による否認権の行使がこの利益を害する意図で行われるなど、権利の内容に当たることが明らかと、明らかと言えるかといった観点から判断されるものと考えております小翔春智君。ありがとうございました。そうし,そうしたときに、この利益を害することが明らかなときというのは、具体的に、 どういうケースを想定しているのでしょうか、民事局長にお尋ねします金子局長。いかなる場合に、この利益を害することが明らかなときに該当するかにつきましては、まあ、最終的には個別具体的な事案に応じて判断されるべきものでございますが、一般に母が自らこう養育する意思や能力もなく、 父を失うことで子が困窮するにもかかわらず、父子関係を断絶させる目的で、着実否認をするような場合が該当すると考えられます、その他親権を行う母が虐待をしており、父による親権喪失の審判の申し立てを排除する目的で否認権を行使するといったような場合にも、この利益を害することが明らかであると考えられます小翔晴友君、はい。えー その文言の中に「この利益」とか「明らか」といったこういう評価を伴うような文言がありますがこういうふうな評価を伴う要件だとその判断者によって評価が異なってしまうというふうな懸念があるんですけれどもこの点について。えー 法務局の方はどのように考えているのでしょうか、民事局長にお尋ねします金子局長。ご指摘の要件につきましては、一定の評価、すなわち規範的判断が伴うということになりますで。このような要件とした趣旨は、個別具体的な事案に即した適切な判断を可能とし、もっともってこの福祉を図るという点にございます。 最終的には裁判所の判断ということになりますが、裁判所の審理におきましては、このような規律の趣旨を踏まえた上で、個別具体的な事案に即した判断がされるものと考えており、事案ごとに判断者が異なる場合を想定しても、適切な解決が図られるものと考えております小庄晴智君、はいえー。ありがとうございました。えー、それでは次の質問に移らせていただきますけれども、 えー、本改正法案では、子どもの否認権について、親権を行う母、それから親権を行う両親、または未成年後見人が行使する場合、この利益を害することが明らかなときは、この限りではないという規律が設けられていないのですが、 そこで差を設けたのはどういう理由からでしょうか、民事局長にお尋ねします金子局長。ご指摘のとおり、親権を行う母、あ,あるいは親権を行う養子、または未成年後見人が、このためにこの利益、この否認権を行使する場合につきましては、否認権の行使がこの利益を害することが明らかなときは否認することができないといった規定を設けておりません。 これは、親権を行う母等は、あくまでもこの利益のためにその権限を行使しなければならず、親権を行う母等がこの否認権を行使する場合において、それがこの利益に害することが明らかなときは、そのような権限の行使が当然、許されないと返されることから、この点について重ねて明文の規定を置く必要はないと考えられることによるものでございます。古春智君 はいいありがとうございます、えっと、今度、出訴期間についてお尋ねしますけれども、着出否認の訴えについて、出訴期間がえその状況、状況に応じて、3年以内、1年以内、あるいは6ヶ月を経過するまでというふうに分かれていますけれども、その理由や根拠はどういうことなんでしょうか、民事局長にお尋ねします。 金子局長、はい、ご指摘の3年以内、1年以内、6ヶ月を経過するまでという、それぞれの規定の趣旨についてご説明します。えー、本改正法案におきましてはあ、まず3年以内とする点ですが、本改正法案におきましては、嫡出否認の訴えの原則的な出訴期間を3年としております。でその趣旨は 被認権を行使するか否かの判断を適切に行うための期間を実質的に保障するとの観点を踏まえる必要がある一方で、この利益を保護する観点からは、長期間、身分関係が不安定となることは相当でなく、またこの発達の観点から見ても、子が3歳頃までには不死関係が確定して,いるとしていることが望ましいと考えられることによるものであります。 次に1年以内とするとうんですが、本改正法案では、再婚後の夫のことの推定を否認する裁判が確定した場合における、着実否認の訴えの出訴期間を1年としております。これは、かかる裁判が確定した時点では、すでにこの出生から相当の期間が経過していると想定されることや、 かかる裁判が確定したことを知った時点から、直ちに全部のことの推定を否認するか否かとの否かの検討を行いうるということなどを踏まえたものでございます。次に6ヶ月を経過するまでという規定ですが、本改正法案では、この否認権の行使期間の満了前に、親権を行う母等がいない場合については、えー その時点において、否認権の行使ができませんので、否認権の行使が可能となったときから、6ヶ月の経過するまでの間は、着出否認の訴えを提起することができるとしたものでございます。これは時効の期間の満了前に未成年者に法定代理人がいない場合に、6ヶ月の時効の完成猶予を規定する民法158条の規定を参考としまして、この権利利益を図る趣旨で、えー、このようにしたものでございます。 保ありがとうございますでも,うもう一つ、えー、改正法案では、えー、子はその父と継続して同居した期間が3年を下回るときは、21歳に達するまでの間、着出否認の訴えを提起できるというふうに、えー、されておりますけれども、 この21歳とした理由、あるいは根拠はどういうものでしょうか、民事局長にお尋ねいたします金子局長、えー。ご指摘の点は、あのこの被認、子が自ら嫡出人の訴えを提起する場合の出所期間の督促でございますが。 この督促は法律上の不死関係の消滅という重大な効果を生じさせるううううという着出否認の訴えの重大性に鑑みま,まして、子が十分な判断能力を有することを前提に、その行使の逃避を判断すべきものということができます。他方で出訴期間の督促を過度に長期間とすることは身分関係を不安定にするため、相当でないと考えられます。でこのような観点からは子が 青年,年齢に達した、成年年齢である18歳に達した後、3年間、否認権の行使をするかどうかについて着、熟慮するための期間を確保することが相当であるというと考えられることから、21歳に達するまでの間としたものでございます小翔晴友君、はいえ。ありがとうございいました いずれにいたしましても、今回のこの着失に関する着失問題は、今までの親子関係に関して、かなり重大な変化をもたらすものですので、ぜひ、法務当局の方で徹底を図るとともに、この漏れがないように、現場でも徹底した指導をしていただければと思っておりりまますすありがとうございます以上ではあります。 es